さあ、勝利のフックはどこだ？フックがないね。フックがないね。まずい、これ逃げられるな。レベルも落ちたし、まあいいや。フックがない。あ、まずい、まずい、これ、ま、これ嫌な予感がする。ちょっと待って、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 あー、しまった。あ、ちょっと待って。にゃー、逃げられた。おはよう諸君、おいちゃんのゲハ戦争に終止符を。さあ、アドンフィールドの悪夢から目覚めたぞ。今回はね、完勝ですよ。おふざけなしね。まずは外回り、まあ、さっきの試合は悔しかったからね、ほんとね。あんなとこにね、出ますか、道の真ん中にね。まあ、新マップ初めてやったからよくわからん部分はあったんだが、まあ、しょうがないね。今回も鬼戦チームコントローラーだ。おらんな。敵は3人か。3人でも容赦せん。さあ来い、出てこい。おったな、見えるぞ。私にも敵が見える。チラチラチラ、バレた。ちょっと追いかけよう。ジェイクか。ん、この辺、あれ、こっちか。まあいいや。ジェイク発見。ボーン言うとるな。向こうか。おったぞ。目の前におったわ。さあ来い、メガネっ子。君から吊るし上げてやろう。さあポイントを稼がせてくれ。おい、あ、やるじゃないか。割らせてもらうよ。割る主義やろね、おちゃんね。この。なんでじっとしてんの？ワンパンチャンスになったよ。いいの？よし、ワンパンチャンスだ。チャンスは1回でいい。ん、地下におるんかな。まあいいや。こっちか、おるな。なかなか堅実に逃げるタイプだな君は。おうちゃんには強せんぞ。ちゃんも堅実に障害物は壊して稼がせてもらう。もったいないからね。そこか。よっしゃ、ワンパン、いただき。さあ君から吊るし上げてやろう。どこがいいか、どこがいいか。ここか。じゃあここに、はい、一名様ご案内。ゆっくり休むがいい。君は印付きだ。さて、残りの仲間が助けに来るかどうかな。タイプにもよるんだが。まあね、おきゃ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 。よいしょ。なんだ、助けないのか。一撃食らうと逃げるのか。そんな危ない助け方して一撃だけで逃げるのか。ほら、仲間が死ぬぞ。逃げやがった、あいつはもう来んな。よし、
どうだ。あ、復活しやがった。ってことは二人連なってるわけだな。必ず二人はペアで行動してるはずだ。しばらくはな、人数も少ないし。このメガネっ子は終わりだ。あ、向こうだな。向こうに二人いるぞ。見えるぞ。さようなら。そこに二人いるやろ。おったぞ。一人か。バレたかな。ほら、おった二人。見えるぞ。見えるぞ。一人の方ってことはこっちにジェイクがいるな。この裏か。後ろから。おったおった。だがな、お前は最後に殺してやろう。お前は最後に釣る。向こう行っとれ。さっきこっちにもう一人の女が逃げたな。こっちの方におるはずや。もう走ったかな。さてと、楽しませ。おった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 。こちら、はい、ワンパンチャンス。ワンパンでいくぞ。うらまたメガネっ子か。ララばっかりやな。ララじゃねえか。あ、さあ、ショートとフックがまたないのか。フックフック、慌てないでね。フックを、まあいいや、とりあえず掴んで。フック、あれ、あのジェイコ治ったな。自分で治せるんやな。地下があったわ。地獄で眠るがいい。はい、一名様ご案内。さあ、ジェイク来るのか、助けに来るのか。あのジェイク自己回復できるんやな。もういいじゃないか。相手にとって不足はないぞ。さあ来い。ワンパンが切れたか。ん、ボーン言った、あっち、あっちやな。よし、あいつは見捨てる感じじゃな。よし、わかった。見捨てる感じじゃな。かわいそうにな。ジェネレーターを当たれば出てくるか。はい、さよなら。ボーン。びっくりした。こんなとこまでハサミ出てくるんやな。ウェイトは言うとるし。さあ、あと一人だ。さあ、ジェイク、最後にする約束を果たしに行くぞ。今回はね、干渉モードやからね、おふざけなしやから。さて、となるとジェネレーターをつけるしかないので、赤いジェネレーター周りを歩いてりゃ見つけられるか。こういう時あれやね、このシェイプ強いよね。寸前まで音しないからね。ドキドキ言わんからね。やっぱ強いね、この鬼はね。どこか激しく動いてるな。ご覧、寸止めかな。ここはついとるな。早く姿を見せるんだ。そこか、でもないか。外側にいるタイプか、でもない。さて、ここか。ここはまだカチカチ撃とらんな。そろそろ追っても変やけどな。ぐるっと回ってきたが、
そこか。おった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 ぞ。その裏にいるんだな。やばいぞ。丸見えやぞ。ほら、ちら。君はワンパンじゃなしにやってやろう。武士の情けや。あれ。二回痛い目に遭わしてやろう。情けにはなっとらんな。逃げるがいい。思い存分逃げるがいい。完全に君はロックオンした。こっちか。逃げる方向も読める。ほら、一つ人の世生き地をすり、二つ不埒な悪名三昧、三つ醜い浮世の鬼を退治てくれよ桃太郎。あ、ダメか。桃さんで行こうと思ったんやけどな、失敗やったわ。さあ来い。あたたたたた。さあさあ、ジャンピングで決めるぞ。ジャンピングし、アタック。ダメか。なかなかやるじゃないか。まあいいや、恐怖を味わえ。ほら来た。いい。残念だったな。楽しませてもらったよ。じゃあ君にも暗くて静かな地下の墓場を用意してやろう。ここで安らかに眠るがいい。さらばだ。よし完勝。スッとしたわ本当ね。さっきの悪夢から、あー、これで寝れるな。はい、というわけでね、リベンジ成功いたしました。また次回ね、デッドバイデイライトを続けてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。点数はどうだ。点数ももちろん一番だろうな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、これね。はい、OK。点数もね、一番でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは諸君、また会おう。